アントン・ラマザレスは、スペイン・ポンテベドラ・ケン・ラリに出身の画家。ラマザレスは、英語風の発音であり、ガリシア語、スペイン語ではラマサーレス。ホセ・マリア・シシリア、ミケル・バルセロー、ビクトル・ミラと共に、80年代世代の一員として知られている。ラマザレスは、木やボール紙の表面をニスなどの材料で、調達するという独自の媒体と、芸術表現を開発した。 ラマザレスのスタイルは遊び心のある表現主義から出発し次第に抽象表現主義や抽象芸術そのものへと移り変わり最近では魂と記憶精神と感覚死と夢の世界の間の親密な対話が起こる一種のミニマリズムへと変遷しているラマザレスの作品は世界各地で展示されソフィア王妃芸術センター ガリシア現代美術センター、マドリッド現代美術館など数々の重要な美術館に収蔵されるとともに、多くのコレクターや財団によって収集されている。ラマザレス・スエニョ・イ、e、ー・コロラウシリーズ、ティターニア・イ、e、ー・ブラウシリーズより、ラマザレスは1954年1月2日、スペイン・ガリシア地方ポンテベドラ県の自治体ラリンにある集落の一つマスエラで生まれた。 マセーラの田舎の風景は、ラマザレスの心象、そして創造のプロセスに大きな影響を与えた。9歳から13歳までラマザレスは、ヘルボンにある、フランシスコ海の神学校に通い、文学、特に、ラテンギリ,リシャの古典に没頭した。60年代後半から、詩を書き始め、作家のアロバロ・コンキエロ、画家のラクセロ、マヌエル・ペスケーラーと信仰を深め、 大,大な影響を受けた創造の方法が死から絵画に変遷するにつれ、ラマザレスはゴッホ、パウル・クレイ、レンブラント、ジョアン・ミロ、アントニー・タピエス、マヌエル・ミラレス、アルベルト・ジャコメッティ、フランシス・ベーコンといった異形する巨匠の作品、そして中世美術、オセアニア美術を自分の目で見るためにヨーロッパの隅々まで幾度か長期の旅行をした。旅の終わりに、 ラマザレスはバルセロナに短期間滞在し工事現場で働きながら暇を見つけてはマレス美術館、カタルーニャ美術館のロマネスク美術作品を鑑賞した。次に折り立ったマドリッドでは死である落成路と再び信仰を温め詩人のカルロス・オロサと知り合い、これ以降オロサとの交友は非常に重要なものとなった。ラマザレスの作品において 常に絵画と死の対話が行われているからである。1973年、わずか19歳で、ラマザレスはグループ展や古典に絵を出展し始めた。1975年、徴兵制度により、フェロルで海軍に入隊した。9月27日、ラマザレスは、フランコ独裁時代の最後の処刑が執行されたことを、知って、ショックを受けた。ブルゴス裁判の結果、 処刑された、ポンテベドラ県出身の24歳、ウンベルト・バエマワー、彼の友人だったからだ。処刑の知らせを聞いたラマザレスは深く落ち込み、一時は精神病院に入院した。この間に、アダブルという詩集を書き上げた。20世紀の画家は、人間存在の最も隠された、神秘的な部分を描こうとしてきた。しかし、 彼らはそうするとき、いつも白いキャンバスを使っていた。まるで染み一つない無の空間の中で自分を表現できると言わんばかりだ。私にとって画家とはある面に対して力を見せつける存在ではなく自分を取り巻く世界と衝突、そして尊重の関係を作り出すことができる存在なのだ。私がボール紙焼きに絵を描くのは それによって、聖なる領域の重要性を思い起こすためなのだ。ラマザレス、エンター、アルテ2007年、マウロ、グラシアス・バゲブンダズシリーズより、ヨルダン・ナショナル・ギャラリー1978年、ラマザレスは、マドリッドに移り、画家のアルフォンソ・フライレ、画商のフアナ・モルド、美術批評家兼詩人である、サンチアゴ・アモンと信仰を深めた。また、作家、 映画監督、音楽家、画家などからなるアーティストのグループとのつなぎ役となる神経界、アルベルト・ポルテーラと信仰を深めた。アーティストたちは週末ごとに彼のマタボリコスの別荘に集まった。ポルテーラの別荘で1979年、ラマザレスは屋外展示会を開くことになった。同年、ジョアン・ミロに会い、プロバンスを旅し、ゴッホ、ピカソ、 セザンヌ、マチスの描いた風景に身を浸した。80年代は激しい創作活動の時代で創作の幅も広がった。30歳にしてラマザレスはスペイン美術界とともに国際的な美術界の中に自分の空間を刻み込むに至っていた。当時の彼の作品は表現主義的な形式を用い楽しげな夢のような人物を 色彩豊かに独特のタッチで描いている。ラマザレスは、マドリッドにあるフアナモルドのギャラリー、ベルギーのエリザベス・フランクのギャラリー、バルセロナのサラガスパールで展示を行った。その後すぐ、フルブライト奨学金を受けたラマザレスは、ニューヨークに拠点を移し、2年間滞在した。ニューヨークでは、ブルーのファチェッティギャラリーで展示を行い、作品は、 より純粋でより物質的な方向へ向かった。一時期、ニューヨークとサラマンカを行き来していた。1988年、ラマザレスは、ヘルダーリンのヒペーリオンへのオマージュとして、ディディマの神殿を訪問するために、アナトリアを訪れた。イスタンブールでは、ビザンチン時代の教会に深く感銘を受けた。この時の彼の感銘は、木を組んだ絵によって如実に、表現されており、 それらの作品はガレイア・ミゲル・マルコスで見ることができる。1990年、ラマザレスは両側から干渉できるようにデザインされた作品シリーズを準備し始め、それらをバイフロンテスと名付けた。黄昏の遠距離より、アントン・ラマザレスによって提示された神話と形は別世界への境界線を超えることではなく、この世界の無限性をはっきりと示しているのだ。 ラマザレスは真のアーティストであるがゆえに無限性という次元の目撃者になるのである。偉大なアーティストだけがこの次元を喚起し、神話に変換することができるのだ。サンチアゴ・アモン、ラピントラ・デ・ラミゾーズ、ワイラル・スクレプスキュラー1986アントン、ラマザレスと彼のアトリエ1990から91年、ラマザレスは、シテデザールから奨学金を受け、 パリを拠点にした。1991年に、マドリッドに、大きなアトリエを設け、グラシアス・バゲブンダズ、ディー・ゼザン・デ・バフ・ブウンドスというシリーズに取り組み始めた。1993年、タピエスと会ったラ・マザレスは、ベネツィア・ビエンナーレで、禁止師賞を受賞直後のタピエスにロングインタビューを行い、出版した。 現代美術ガリシアセンターの招きで1996年の5月から11月までガリシアで過ごしグラシアスドゥルガールエイドスでロザリアエイドスでバーマを制作した1997年の6月から11月までサンタバイアデマタロボにいて BS でサンタバイアの屋外作業を行う同年彫刻家のホルヘオテサと知り合い彼との長い対話は シュスグ・ティエレスによって撮影された。1998年、マドリッドにいて、カスティリア地方の夏を称えた、ティターニア・イ、e、ブラウシリーズ、ポル・イ、e、n エアドロンシリーズを創作した。この時期、エル・カント・デラ・カベーサのグスターボ・マルティン・ガルソによる5つのテキストに合わせた一連のエッチング、エヘリアによるアイティネラリウム、ル・モンド・ディプロマティーク紙において、ブック・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。 の挿絵となるリトグラフを含め、数々のグラフィック作品を創作した。2001年には、アコルーニャの港で、ウンサコデパンデューロというタイトルの大規模な展示を行った。ラマザレスの作品はスペイン外務省による、スペイン美術海外振興プログラムにおいて、アントニオ・サウラ、マルティン・チリノ、ホワン・フェルナンデス・ピフアン、ミラレス、パブロ・セラーノ、オテーザ、 タピエスなどの他のスペインのアーティストと共に対象に選ばれた。この時期、ラマザレスはアルネッサンス美術を鑑賞し、セーフランシスコの世界を知るためにフィレンツェ、アッシジを旅行した。彼の次のシリーズ、ファレント・ベミールは、セーフランシスコに捧げられた。彼の作品は、ジャン・リュ・ビュッフェや、ガストン・シェサックと彼のアール・ブリュットというコンセプトと比較されることが多いが、 実際のところ、ラマザレスは、常に現実と同一性という強風にさらされながら、ささやかな美を探求していたのだグスターボ・マルティン・ガルソ、ジョーナス、ワイラ・カルバセラ・ニセンドムス・オムニアの展示2004年以来、ラマザレスは、ベルリンを拠点にしている。父親の死後、E ・ファイ・フリオノールームシリーズの制作に着手し始めた。スロベニア、 ハンガリーのブダペストの騎士セッリ美術館でラマザレスをテーマとした大規模な展示が行われた。ニューヨークのラマザレス展その後、ラマザレスはトムス・オムニアシリーズに集中し、オロザの著作2冊に参加したセリグラフを提供したデセオシントラマイトと5枚のリトグラフを提供したウンセンティミエント・イングリビード・レイコ・ア・エル・アンビエンテである。2008年ラマザレスは ヨルダンナショナルギャラリーでオリゾンテシンドウェーニョを発表し、ダマスカスのセルバンテス文化センターにて、グラフィック作品の名作集を展示し、タヘルリアドから彼の死を捧げられた。2009年、ニューヨークのソフィア王妃スペインスティテウとオーレンセの地域文化センターにて展示を行った。詩人。 ビセンテ・アレーク・サンドレに捧げられた移動展示に参加し、作品とその国際的知名度が評価され、落成路賞を受賞した。2010年、サンティアゴでコンポステーラ大学の教会で展示が行われた。そしてトゥイでは、作品の展示とともに、ドキュメンタリー映画、オリゾンテ・シンドウェーニョが、国際映画祭プレードクにて上映された。監督は、ナイラ。 ハビエル・サンツ指定で、アントン・ラマザレスの視点による、絵画、し自然の旅を撮影したものである。アントン・ラマザレスは、常に、いわば、無垢だが、衝動的とはまた異なる、素材や仕草に対し、並々ならぬ愛情を注ぎ込んでいる。忘れてはならないのは、ラマザレスが、知性、技術の面で非常に複雑なアーティストであることだ。例えば、彼は、 ボール紙のような粗末な素材を使うが、彼の手によって、しっかり圧縮され、ニスを施されると、研磨した木材のような艶が生まれるのだ。子供の自然体、もしくは正式な教育を受けない画家の原始的な、タッチを真似たような彼の、落書きはそのモチーフが何であろうと、微妙な洗練をはらんでいるのである。カルボセラレール、カーザデラピントラ2007。 ありがとうございます。